はい、こんばんは、星野光です。いや、周年祭これはね楽しいですね。はい、で今日はとりあえずね、無料ガチャの方が太っ腹で出てますので、よいしょ、これをねちょっと今もうねまとめて一気に回してみようかなっていうのと、無料がね確かこれかな、ここ12周年、プレミアムガチャってやつですね。はい、まあ、これはこれ多分課金要素あるのかな、わかんないけど1回無料で、あとはお得なのがこれっすね、 SP ガチャ。はい、これはね、回復機体持ってない方はもうゲットしてください。3000円で全体砲で、ね、まあちょっとね、ちょっとシングルの、まあ、火力は落ちますけど、これはね、あのイベント、NP のイベントとかでむちゃくちゃ使えます。で、皆さんもね、アカウント、もう各属性1体回復機体っていうのは別にきついから持たなくてもいいと思います。まずは1体何でもいいから持つこと。で、それであとは仲間のね、皆さんメンバーの機体借りたりとかして、NP はやりくりできると思います。まあ、ちゃんとしてるチームが前提ですけどね。はい。で、例えば、これが苦手属性の時使えんじゃんっていう人いますけど、全然使えます。もうずっと防御してください、 HP デブでそれで自分がダメージもらえばいいんですよ、壁になって。うん、ひたすら防御でね、ダメ来たらラッキー程度で、であとの2体で得意属性で仲間の機体借りて、回復機体借りて攻撃すれば OK です。で、基本的にやっぱり強敵系の NP はもう回復機体じゃないとまずクリア不可能だと思いますので、で回復機体だと今出てるね、ブレイブのやつ とかでももうね3体並べてブラウザー更新オートで更新するだけで仕上がってるアカウントの方はもうレベル99まで何もせずにブラウザー更新してるだけで終わります。はい、オートでねやってるだけで終わります。はい、だから楽ちんなんですよ、もういちいちね、あと薬の節約にもなりますからね、赤の薬はむちゃくちゃ重要っすから。はい、それもオートでね、やっぱり解決できるってなると、その赤の薬もね貯めれますから、むちゃくちゃ大きいっすね。まあね、あれ何なんかダメージとかも含めたなんかね順位報酬とか狙ってる方はそのやり方はダメだと思いますけど、まあそれも遊び方のプラン次第ですよね。とにかくね、討伐をしっかりしたいっていう方はまあそんな感じでね緩く遊べると思いますので、これは本当に買いだと思います。まああとはデバフマイナス 40% 防御ダウンですね、これも出たら買いだと思います。まあ要は制圧戦とかね、あと強敵の NP とかでもやっぱね防御40落とすのえぐいよ。しかもそこに補助効果ね、テクピー下の補助効果ってあるじゃないですか、10何パーアップとかあれ加算されますからね、埋めると。だから最大50何パーとかで、あと仲間とかの BST プラスとかももろもろ入れるとほんとね、1体とあとは普通に16%マイナスとか 24%5% マイナスのデバフ機をにね埋め入れるだけでもう防御ダウン 100% いきますので、
とりあえずね、やっぱり 40% ダウンの機体は1体ね、やっぱり、制圧戦でももう相手が諦めだってなって戦艦出た時に、それかけるのとかけないとではデバフ全然違いますので、ポイントの入り方が、そこはね、やっぱりまあこのゲームをねちゃんと遊んでる方は、視野に入れてやっていきましょう。じゃあちょっとね、まずは無料ガチャ分かな、あ、それよりも先にあれを回すか、あ、でもそれ回しちゃうとあれかな、無料のガチャのやつ回せないかな。あれも溜まってるんですよね、イベントの、イベントのねガチャ分も、あ、なんだこれ、これも結構当たり出ますからね、これイベントのね、エクストラガチャチケット12周年ね、これもね、これも溜まってるもんすから、今日はみんな溜まってるんじゃないですか、ブレイブを終えてる方は。まずこれから、でもこれ回しちゃったらあれかな、あのお腹の中がいっぱいになって無料分回せんくなるかな。いやもうほんとパンパンなんすよ、お腹がすぐいっぱいになるからね。で倉庫は買いたくないからね、だからもうなんか星5とかももうね、もう重ねるのはめんどくさいから、あの高コスト以外はもう、コスト9以下はもう全部分解してます。はい、もうやっとれないっす。なんかデイリーとかもある残ってるとりあえずね、やっぱりもう時代は ME 機体になってますので、 ME 機体をね拾えるとほんとね熱いっすよね。まあなかなか拾えないとは思いますけどね、拾ってる方ほんと少ないですからね、 ME 機体に関しては。ちょっと待ってくださいね、他のアカウントとかも今全部ちょっと画面を出しますので。結構溜まってるな、チケット、この溜まったチケット消費するだけでもねえ、福岡持ってる方は大変じゃないかなとは思いますけどね。まあこのゲーム遊ぶにはもうね、やっぱり第10世代以上の CPU とね、メモリがね、やっぱ32ギガ以上はもう必須かなって。もう60ギガ以上、60台のギガ以上だったら多分ね、まあそれでも多分ブラウザーはクラッシュはすると思うんですけど、まあね、あのストレスはねかなり軽減されて遊べるんじゃないかなとは思いますね。とりあえずこのエクストラを回しますか、まとめて。よし、じゃあまずこれからまとめていきますね。なんか当たりが出ればラッキーですけどね。うわ、圧巻だなこれ圧巻だな。一応発展してるもね。あ、結構星6に発展してるな。うわ、ファンが回る回るパソコン、もうこのパソコン死ぬぞこんなことやってたら。
とにかく当たりの星6が出ればね紹介したいんですけど、あー1体出てるな。まあ今当たりの星6だとこれか、よし、ルミナス。まあ当たり当たりなのかな当たりとは言えないか。まああとはもう全部テクピー行きですね。テクピー行きのもう一回行きますか。もう制圧はじね、相手決まる前にもうちょっとガチャ全部回しておきたいなって感じで。星6は出るんすけどね、いらんやつばっかっすね、うん、だからノーマルの星6っすよね。ノーマルの星6はそこそこ出ますね。うん、ノーマルだな。 ME とかルミナスエディションとかは皆無っすね。うん、6の15、普通の6の15は結構出ますね。さて本命はこの課金のガチャだけど、課金のガチャが無料のやつだけど、これがねちょっと今回せるかな。お腹の中いっぱいになってたら詰まっちゃって回せないんですけど、あーでも課金のやつは回せるのか。このプレミアム系のやつはお腹の中がいっぱいでも回せるのかな。プレミアムガチャ、プレミアムガチャ、これも頭にしとけばいいのにな。なんで3番目なんだろう。ファンがやべえファンがやべえ。もうこんな蝶とかねまめにやっとれないっすわ。局地戦なんてもうほんとできませんまあ新しいアカウントだけ回してる感じかな局地戦は。いやもう蝶もなかなかできないからね、オートでもできないっすからねそれぐらいボタンクリックが大変ですからね。3番目よいしょ。3番目の画面を出すのがめんどくさい。3番目、あれなんかこっちはクエの方の画面出ちゃうな、間違えて。なんかちょっと詰め込みすぎですよねあーなんか別のパソコンのやつはなんだ、なんか多い機体っていうのは出ましたね。まあコスト5、いやコスト5もありがたいですからね。無料だしね、無料で拾ってる分は文句言っちゃダメで。よし、あともう一赤。3番目。さあでこれが本命ですね。今日のいっちゃいますか。これでね ME 機体がアカウントでね1個引けたらラッキーかなーって感じでいるんすけどね、とにかく狙うは ME 機体か、回復機体かマイナス 40% デバフ機体です。あでも発展しないのが多いなあ。しかもこっち回ってねえじゃん、こっち回ってないじゃん。おいこっち回ってねえぞ。うわなんかゴミだなゴミだな。やべえなこれ。
やーべえな、ピヨーンが出てない。あ、一体出た、ピヨーンが。おーい、ピヨーン出たけど F91 かい。あー、これはやばいね。なんか ME どころか LE すらないじゃん。LE もないじゃんって感じ。わ、これはひどいな。わ、やってもうた。いや、これ ME 機体入ってるの？最高で OE 機体と、あとは6-15 ルミナスエディションの F91 を拾ったぐらいっすか。だね。今ちょっと全部確認作業に時間かかるからあれだけど。うわー、やっちもうたな。バイキすら入ってないよこれ。わあ、惨敗でした。まあね、この無料の、10連ガチャ回すのは9時台の方がいいと思いますけど、ちょっと僕はね時間ないから今ちょっと動画上げて回しました。じゃあ今日もすやすせんよろしくお願いいたします。